リー・ジャンセンは、アメリカ・ミネソタ州オースティン出身の男子プロゴルファー。1993年と1998年の2度、全米オープンゴルフで優勝した選手である。これまでに、アメリカ PGA ツアーで発祥を挙げているが、現時点では1998年全米オープンを、最後に、ツアーの優勝から遠ざかっている。身長183センチメートル。 体重 79kg。ジャンセンは、ミネソタ州オースティンで生まれ、少年時代は、メリーランド州ボルチモアで野球のリトルリーグ選手を、していたが、フロリダ州への引っ越しを契機に14歳で、ゴルフに専念するようになった。フロリダサザンカレッジでマーケティングを専攻した後、1986年に、プロ入り。1989年度の PGA ツアー。 クオリファイイングトーナメント20位で合格し、1990年からツアーのメンバーになる。1992年2月のノーザンテレコムオープンでツアー初優勝。1993年の全米オープンはニュージャージー州ユニオン郡スプリングフィールドにあるバルタスロールゴルフクラブで開かれた。ジャンセンは4日間とも60代のスコアで回り、通算8アンダーパーで、 ゴルフメジャー大会初優勝を達成した。この優勝では2位のペイン・スチュワートに2打差をつけた。全米オープン初優勝の翌年、ジャンセンは1994年の中日クラウンズで来日した。6月のビューイッククラシックで優勝するが、大会前年度優勝者として臨んだ全米オープンは予選落ちに終わってしまう。彼は1995年に プレイヤーズ選手権を含むツアー年間参照を記録し、賞金ランキングで自己最高の3位に入った。その後1996年と1997年の2年間はツアー優勝がなかった。1998年の全米オープンはカリフォルニア州産マテオ郡、デイリーシティにあるオリンピッククラブのレイクコースで開かれた。第3ラウンドの終了時点で、 ジャンセンは、首位のペイン・スチュワートに5打差をつけられていたが、最終日に68のスコアを出し、74で崩れた、スチュワートを逆転した。ジャンセンの最終スコアは、イーブンパーで、スチュワートに1打差をつけて優勝した。こうしてジャンセンは再び、スチュワートを破り、5年ぶり2度目の、全米オープン優勝を飾ったが、現時点ではこれを最後に、 ツアーの優勝から遠ざかっている。その後はツアーで何度かの優勝争いに敗れ、2005年以後はツアーの賞金ランキングで125位以内に入れない、低迷状態が続いている。ありがとうございます。